前回の動画まで比較級と最上級について見ていきました今回は「言及について見ていきたいと思いますえ言及減って何聞いたことないって思った人いるかもしれません大丈夫ですこれ習ったことあります言及って要は ER とか EST つけない形ね動詞で言ったら原型と一緒何も変化させない形のことを比較の中では「言及と言いますあれでも比較の時って ER とか EST つけるんじゃなかったっけ っ思った人もう1個。実は今まで習ったことがあります。一緒に復習してみましょう。こんな文です。ダニエルは僕と同じくらいの身長ですと。と例によってこの4人の中でダニエル僕と同じぐらいの身長。まあ確かにね。マイクは背が高いし、ティムは背が低かったけど、ダニエルは同じぐらいだね。この文どうやって英語にしたらいいでしょう。覚えてるかな？これ一緒に思い出していきましょう。 まずダニエルはだからダニエル is で始めてくるんだけどこの後これあずあずでトールを挟んであげるっていう表現がありましたダニエル is as tall as me とこういうふうに書いてあげるんですダニエル is as tall as me これでダニエルは僕と同じくらいの身長ですという意味になりますこういうふうにあずとあずで 比較に使う形容詞とか副詞副を挟んであげる。この時には ER も EST も何もつけないこれで同じくらいという意味を表すんでした思い出してきたかなこの時に使われている通るこれはもともとの形何もつけていない形なので言及と呼ばれていますこの同じくらいという表現あずあずで挟む表現は 単語が短くても長くても同じ何もつけずにあずあずで挟んであげるっていうのがルールですちなみにこれ「ール使ってるから背が高いっていうイメージありそうなんだけどこの日本語を見てください「ダニエルは僕と同じくらいの身長ですと」と別に同じくらい背が高いって言ってないよねただ高さが一緒だよって言ってるだけです そう実はこの「あずあず」で挟む時ってこの「ールっていう性質「背が高い」っていう性質がちょっと打ち消されたりしますなので実はダニエルも僕もクラスの中ではめっちゃ背低いかもしれないんだけどそれでもショートを使わないのねダニエル is as short as me って言いませんダニエル is as tall as me でダニエルは僕と同じくらいの身長ですって言うんですこれなんでショートを使わないかはちょっと不明です 別に背高いか低いか言ってないなら通るだけじゃなくてショート使ってもいいじゃんって思うけどこれ通るなんだねこれ英語の独特なルールです大丈夫でしょうかただしこれ否定になってくるとこの通るのニュアンス出てきますどういうことか今度こんな文見てみましょう I am not as tall as Mike と今回は not をつけてさっきの as-as as を使っていますまあ a s の前にね ノット入ってるから、ま普通に否定ししてるるんだけど、どこれううなるでしょうか。普通に考えたら「僕はマイク」と同じくらいの身長ではありませんなんだけどまあそれでもオッケー。そういうふうに訳される場合もあるんだけどこういうふうに訳されることもあります。「僕はマイクほど背が高くない」と「マイク背高い」「トール」なんだけど僕はマイクほどはトールじゃないよっていう時にね「I am not as tall as マイク」とこういうふうに言ってあげるんです。 なのでさっきはこの「通る」ってあんまり背高いか低いか関係ないただ単に身長が一緒だよって言ったんだけどこの場合はねただ単に身長が違うって言ってるだけじゃなくてマイクほどは高くない自分も背高いんだけどマイクほどじゃないよっていうニュアンスが出てきます。これね否定にするきねちょっとそういう「通る」の意味合いが変わってくるので覚えておきましょう。 ちなみに今回のこのあずあずっていうのはそうあずに書き換えることもできます。I am not so tall as Mike と。こういうふうに言ってあげてもオッケー。これでもね、やっぱり意味は一緒。僕はマイクほど背が高くない。そ、so、うの方がね、彼は背が高いけどそこまで通るじゃないよっていうニュアンスがちょっと強くなるような気もします。I am not so tall as Mike。I am not as tall as Mike どちらも日本語訳はこれで OK。僕はマイクほど背が高くないですという意味になります。ちなみに今回も比較の時と一緒で Daniel is の前半部分に後半の形をそろえてあげて Daniel is as tall as I am ってしてあげても OK。ただこれもね Me の方が会話とかだとよく使われるので Me で OK です。そしたら今度はまた違う文を持ってきました。Tim はマイクと同じくらいたくさん本を読みますと。 今回も同じくらいいいなのであずあずの文なんだけどこれを英語にしてみてください一体どうなるでしょうかまず「ティムは読みます」だから「ティム・リーズ」だねでたくさんの本だから「メニー・ブックス」ってしたいんだけど今回同じくらいたくさんの本なのでこの「メニー」の前後にあずあずつけてあげたらよさそうです「ティム・リーズ」「as many as books」 で、マイクが読むのと同じくらいなので、マイク、リーズにしたいんだけど、リード一回出てきているので、ダズで置き換えてあげましょう。こんな文になりそうです。Tim reads as many as books Mike does と。こういうふうになりそうなんだけど、実はこれ間違っています。一体どこが違うでしょううん。実はこの as-as で挟んで、ほにゃららと同じくらいっていうのは、基本はこの 目にたくさんみたいに形容詞とか副詞を挟んであげればいいんだけど今回みたいにたくさんの本って名詞とセットになっている場合にはこれをセットで挟んであげるんですつまり今回だったらメニーブックスをセットとしてみて As many books as とここまでを挟んであげるんです Tim reads as many books as Mike does これでこの文が完成です。形容詞と名詞がセットになっている時には、セットをあずあずで挟んであげるよというのが、あずあずの注意点でした。大丈夫でしょうか。じゃあ、このあずあず、原形を使って文を作る練習をしてみたいと思います。はい、まず一つ目です。彼はおじいさんと同じくらい多くの魚を捕まえた。孫とおじいさんが釣りをしています。同じぐらい捕まえたよって、孫についての文を書いてみましょう。 まず彼は捕まえたなので、he caught. キャッチの過去形ねで。同じくらい多くの魚なので、as で挟んであげて as、many as にしたいけど、今回も多くの魚って名詞とセットだね。ということは、as m a n フィッシュ、as こうしてあげます。これで同じくらい多くの魚という部分を書けました。he caught as many fish as おじいさんがつかまえたのと同じくらいなので、His grandfather caught じゃなくて、did にしてあげましょう。He caught as many fish as his grandfather did. これで完成です。今回は as、as-as で、詞 m a メニだけじゃなくて、フィッシュもセットね。名詞とセットの部分を挟んであげます。He caught as many fish as his grandfather did. こんなな文になりました。では2つ目です。私は彼ほど速く走れない。これを英語にしてみたいと思います。まずこれ私はなので、I. で走れないだから否定だね。I cannot run。彼ほど速く。As fast as he does にしようか。He runs を does で置き換えてあげてます。 I cannot run as fast as he does これで私は彼ほど速くは走れないという意味の文ができました今回否定のノットがねこの can とセットになってて cannot になってますで、as あで挟んであげているので彼と同じくらい速くは走れないと彼ほど早くは走れないという意味になります大丈夫でしょうか I cannot run as fast as he does です これちなみに、so fast as でもオッケーね。ここをそ、so、に変えてあげてもオッケー。He cannot run so fast as he does でもオッケーです。では、最後です。できる限り早くここに来てください、えー。あなたに対して言ってるような文だね。もう待ってるよって電話で伝えてるような、あるいはメッセージで伝えてるような感じです。これを英語にしていきましょう。ここに来てくださいだから、please come here で始めようか。 Please come here. 早くは quickly 使ってみようか。As quickly as これで早くを as-as で挟んであげました。で、最後、あなたができる限りだから You can とこんな文になります。Please come here as quickly as you can これであなたができる限り早く来てくださいという意味の文ができました。 As as で quickly を挟んであげてます。ちなみに今回早くは quickly 使ったけど soon でも OK です。時間的にすぐに来てっていう意味だね。Please come here as soon as you can。これでも同じ意味の文ができます。それから最後にちょっとさっき言わなかったことを付け足しておきたいと思います。この一番最後の you can の部分ね、こういうふうに。 あなたができる限りとかあるいはこれ私でもいいんだけど私ができる限りみたいな時にはこの you can とか i can を possible にしてあげることもできます please come here as quickly as possible とかね please come here as soon as possible これでもやっぱり同じできるだけ早くここに来てくださいという意味になりますメールとかでねできるだけ早く返事してくださいみたいな時ね Please write me back as soon as possible って言ったりします。この as soon as possible の最初の文字一つずつ取って ASAP ASAP って言ったりします。できるだけ早くっていう意味です。ちょっと最後に情報を足しました。ここまで言及、ER とか EST をつけない形ね。言及をアズアズで挟んであげてほにゃららと同じくらいという意味の表現を見ていきました。